こんにちは。6時半です。霧のようなものが見えます。気温はマイナス 0.5 度、冷え込んでいます。アネモネの葉っぱが白くなってますね。風はありません。ポテンティラの葉っぱも、縁のところが白くなっています。そして時々キラッと光るものがありますね。薄い氷も張りました。家に入ると今日もジョウビタキ、オスのチッチがやってきました。毎朝のことですが、チッチがなかなかやってこないと今日はどうしたのかなって心配になりますね。今日も元気そうです。周りをキョロキョロ眺めてますね。東の空、日の出の色はチッチ色です。寒い冬でも心が温まるような色ですね。10倍速でスズメを見てください。チッチがやってきました。他の鳥もやってきてほしいですね。あ、白赤鈴のオスが近づいてきています。どうでしょうか。何を食べるのかな。あ、スズメも来ましたね。チッチも飛んできました。白赤鈴がここでミルワームを食べてる姿、撮影したいなと思ってるとなかなかできませんね。白赤鈴もカメラを意識してるんでしょうか。チッチはもう iPad とか気にしないでどんどん食べてますね。マルオもチッチに慣れてしまって、最初は泣いてたんですが無視してますね。また10倍速になります。スズメが米ぬかを食べているところです。スズメがいてもチッチはやってきますね。どんどん食べています。ようやく今日になってスズメの学校の学び屋にスズメが戻ってきました。と言っても5羽ですね。実は、この下地面にもスズメがいたんですが、こぼした餌を食べていました。ここからまた10倍速です。雲の流れが速くてとても綺麗だったので見てください。チッチが飛んできますが、10倍速だとあっという間ですね。3回来ました。ここからは低速に戻しています。実際はこんな感じですね。3回続けてきましたが、間が少しあります。2回目ですね。そして3回目来ましたね。3回目をスローで見てください。 iPad で編集していますが、簡単に編集できます。11時です。青空が綺麗ですね。 14.5 度まで気温は上がってきました。青空にパンパスグラス、微妙に揺れてますね。チャイニーズホーリーも真っ赤になりました。丸葉の木の地味な花が咲いてましたね。この大きさ本当に小さいです。半田山です。今日は雪はありませんね。雲が増えてきました。ちょっとピントが甘いんですが、スズメが2羽、スズメの学校に来ていました。そのうちの1羽です。すっかり中に入って餌に埋もれながら食べてますね。もうちょっとはっきり映るとよかったと思うんですが、マルオです。日向ぼっこして気持ちよさそうにしてますね。膝に乗って動かなくなったのでインカメで撮っています。顔がまん丸に映ってました。今日はこの辺でバイバイニャン。